なんかこれやりだしたら一日中ハマってやっちゃいそうですね。今回はビットウィグのオーディオエディットについてやっていこうと思います。今クリップランチャーの方に120のビートを読み込んである状態です。でこのオーディオファイルをクリックするとインスペクターにオーディオファイルの情報が出ます。でここでオーディオをエディットすることができます。このストレッチの種類とか選ぶことができます。で、ゲインとピッチもコントロールすることができます。テンポが変わんないのはやっぱりいいですよね。で、ビットウィグのこのすごいところは、このオーディオのエディットを再生しながらすることができます。じゃあとりあえずドラムと鳴らしながらエディットしてみます。じゃあ隣のクリップにコピーします。今トラックを再生している状態です。で、この上のレーンでオーディオの幅を決めることができます。で、これはエイブルトンライブにもないビットウィグだけの機能だそうです。で、オーディオのループの幅も上のこのバーで設定することができます。ピッチやストレッチもコントロールすることができます。フォルマットもいじることができます。ゲイン、音量、パン、定位もコントロール可能です。なんかもうステップシーケンサーみたいですよね。で、さらにすごいのがこのストレッチもリアルタイムに処理することができます。じゃあオリジナルのさっきのビートを聞いてみます。じゃあエディットした方を聞いてみます。
いやでもこの演奏を止めないでサンプルの切り張りとかストレッチとかピッチとかをエディットできるって今までなかったんで、これすごいと思いますね。なんかこれやりだしたら一日中ハマってやっちゃいそうですね。なんかまだ僕自身もビットウィーグ慣れてないんでちょっと戸惑っちゃうんですけど、これ慣れて作業できるようになったらすごいハマって、なんかもうずっとやってそうですね。それぐらいなんかすごいクリエイティブで楽しい機能です。